興南高校通過総合進学コース1年岡山寛太です。男子バスケットボール部に所属しています。身長は192センチです。インターハイ準優勝と選手権大会準優勝と県新人大会優勝です。県新人大会です。新チームになって初めての県大会で練習から緊張感を持って優勝することができました。きつい練習を乗り越えたからこそみんなの笑顔が見れたり自分も楽しかったり嬉しかったりして日々の努力が報われたっていう感じがしました。小学5年生です。それまでは陸上をやってました。沖縄県ジュニアオールスター県選抜に選ばれ、キングスアンダー15としても選ばれ、2018年のジュニアユースアカデミーキャンプにも参加しました。選考会を兼ねて限られた人を選抜していて、キャンプや大会を行いました。県外と初めてやったのがジュニアオールスターで、その時に体の違いやテクニックの使い方、足の使い方などを知ることができ、やっぱまだまだだなって上を目指すことができました。練習時間をもっと増やしたり、家でもできることをやって、自主練の時間を多く取るようにしました。中学1年生の時に地区選抜の選考会に参加して、それに不合格で、その時は176センチぐらいだったんですけど、体育の先生にその身長で選ばれないのはただの下手くそだよって言われて、その時に初めてバスケをやってて悔しいなって感じて、もっと上手くなって見返してやろうという気持ちになりました。チームとしての目標は九州ベスト4に入って、全国の目標は16以上を目指すことです。個人としてはアンダー16の日本代表チームに選ばれることです。大学は関東の一部リーグに入学して、そこから B リーグに出て、将来は琉球ゴールデンキングスに入って沖縄でプレーしたいです。自分がキングスに入って沖縄県民に力を与えれるような、笑顔を与えれるような選手になりたいです。